SM7 は、韓国の自動車メーカー、ルノーサムスン自動車が販売していた、フルサイズセダンである。韓国では、ヒュンダイ・グレンジャー、アスラン、キア・ K7、GM ・アルフェオンなどと同じ、順大型車のクラスに分類される。香港では2代目をベースとして販売されていた、中国市場先売の、ルノー・タリスマンについても併記する。なお、2015年7月6日に、 同名のディセグメント社が、ルノー・ラグナ及びルノー・ラティテュードの後継者種として発表されている。初代は2004年、同じルノー参加である日産のティアナをベースに、同社のフラッグシップモデルとして、また同時に内外装を、韓国の道路事情と韓国人の思考に合うように、出直しして登場した。二代目は三代目 SM5 や二代目ティアナをベースとしながらも、 オリジナルボディをまとうことで、フラッグシップモデルとしてのポジションに磨きをかけた。製造はいずれも不在工場。前期2004年12月、SM5 の上級車種として、同時に、ルノー・サムスンのフラッグシップを担う車種として登場。エンジンは、ティアナ同様日産岩き工場製 VQ 型ネオ、VQ23 と、 ネオ VQ35 エンジンを搭載している。ただし、VQ35 搭載車は、耐久性とコスト面から、エクストロニック CVT-M6 ではなく同じジアトコの5速 AT となっている。SM7 の登場により翌年登場の2代目、SM5 には、V6 エンジン搭載車がラインナップされなくなった。メカニズム的には、インテリジェントキーや、大型液晶モニター、 リアマルチリンクサスペンションなど、ティアナの美点を引き継いでいる一方、外観は高級感と独自性を強調するためベースのティアナは元より、SM ごとの相違点も少なくなく、前後バンパー、大型フロントグリルボンネット、専用トランクリッド LED、リアコンビネーションレンズなど多岐にわたる。さらに、リアコンビネーションレンズも含めた各パーツは、ベースのティアナは元より、 SM5 とも形状そのものが違うため、互換性がない。2006年5月、SM7 プレミア登場。30GBHDD を搭載する、テレマティクス端末に加え、7インチモニターによる、3D ナビゲーション、インダッシュタイプの MP3、WMA コンパチ 6CD チェンジャー、SD、MMC、MS メモリカードスロット、USB ポート、ビデオを、 地上波、衛星デジタル放送チューナー、リアビューモニターを搭載するモデルである。このシステムは、SK テレコムのなてドライブ、または、KTF の K ウェイズ、および Bluetooth 搭載携帯電話によって、リアルタイム道路交通情報、情報サービスなどモニタードテレマティクスサービスを、利用可能というものである。 2006年9月ネオ VQ23 エンジン搭載車の AT を4速から5速に変更。後期韓国国内でのライバルとなるヒュンダイジェネシスを迎え撃つかのように大掛かりなマイナーチェンジを実施。SM7 ニューアートと称された後期の外観はヘッドライトをはじめとしたフロント周りをすべて新衣装とし、リアに関しても新衣装のバンパーやトランクリッド。 リエコンビランプを採用するなど、改良部分は多岐にわたる。SM5 との外装パーツの互換性がないのは、前期同様である。各エンジンは、細部の改良により出力を2から3%ほど、向上させている。装備は新衣装のアルミホイールや、米国坊主社と共同開発した専用セッティングの、10スピーカーオーディオシステムが搭載され、ドアミラーには、 後方駐車の際にセレクターレバーを R に入れると自動的に助手席側サイドミラーが下を向く機構とウインカーを装備している。また、サムスン電子が開発した室内空気清浄システムスーパープラズマイオンモジュールを標準装備とした。このスピーモジュールは空気中の水蒸気を分解することで活性水素と酸素イオンを大量に発生させ、 ウイルスや細菌などを除去するというシステムである。これらの改良により、弟分、SM ごとのさらなる差別化と高級感の向上を図っている。前期プラットフォームは2代目日産ティアナや3代目、SM ごと同じ D プラットフォームを採用するが、ボディシェルは2代目 SM ごと共用していた先代とは異なり、専用設計となった。また、 SM ごとの格差を生じさせるべく、全長 X 全幅 X 全高イコール4995メートル MX1870 メートル MX1480 ミ、mm、リメートル、ホイールベースは2810ミ、mm、リメートルといずれも、仙台より一回り拡大。この結果、鉱石足元空間が、初代比でプラス70ミリメートル拡大された。エンジンは、 SM5 にも搭載される VQ25 と先代からキャリーオーバーされた VQ35 の2種で、いずれにもジアトコ製 6AT を組み合わせるが、ルノーサムスン車発となるパドルシフトも備えている。排気系には国産2車発のデュアルエキゾーストを採用。内装については、初代同様に鉱石重視の作りとし、航空機のファーストクラス用のシートにヒントを得た。 エア内蔵のヘッドレスト、マッサージシート、後席を効率よく、冷暖する、鉱石独立サンズオーンフルオートエアコン、足元照明を採用。オーディオに関しては、基本的には、パナソニック製の8スピーカーシステムが標準だが、RE 系には、BOSE と共同開発した12スピーカーの、ライブサウンドシステムが備わる。グレードにより、SM5 と同システムの、 パノラマルーフや8インチモニター内蔵のスマートアイナビゲーションレザーシートはプレミアムナッパーレザーシートが標準内視はオプション設定されるなど装備も充実している RE 系にオプション設定される VIP パッケージを選択した場合鉱石リクライニング機構オーディオエアコン操作機能付きセンターアームレスト電動リアサンシェード鉱石サイドエアバッグ 戦術したエア内蔵ヘッドレストの5点が装着される。快適性や安全性についても抜かりがなく、全車においてスマートエアバッグとカーテンシールドエアバッグを装備。また、発サ TPMS、電子式、パーキングブレーキをも装備する。初代は2代目登場後も9月末まで併売された。後期通信システムは従来の スマートコネクトを進化させ、韓国社発となる Wi-Fi 通信を活用したスマートミラーシステムが搭載された。これはスマートフォンと車両モニターを Wi-Fi で連結するシステムで、Android Phone では車両のモニターとスマートフォン間の双方向操作も可能となっている。メカニズムに変更はなく、 引き続き VQ35 型 3.5LV6 と VQ25 型 2.5LV6 の2エンジンが設定される。2015年8月3日には SM7 史上初となる4気筒エンジン並びに LPG 仕様 SM7 ループを発表を。システム的には SM5 と同じ 2.0L ル,ルプライを採用し合わせて トランクスペースを有効に使えるドーナツタンクも採用する。2016年2月、紹介料。エンブレムの書体が SM6 と同じものに変更された。2019年12月、SM6 に吸収統合される形で販売終了。中国向けルノータリスマン2012年3月16日、ルノーは SM7 をベースとする。 タリスマンを4月の北京モーターショーにてデビューさせることを発表し合わせてティーザー写真を公開4月23日から開催された同ショーにおいて発表されたエンジンはベースの SM7 と同じで2.5リットルと3.5リットルの v 級エンジンを搭載2.5リットルは3グレード3.5リットルは2グレードとなる同車は 中国市場先輩の上級車種であると同時に、中国市場での成長に欠かせない車種、そして、ルノーサムスンの業績を補う役割もある。SM7 との違いは、エンブレム類にとどまり、ほとんどの部分は、SM7 のものがそのまま流用される。ルノーサムスン普山工場製造分が輸入され、6月14日、発表、デリバリーを開始。なお、 タリスマンという社名は2001年に発表したコンセプトカーで使用されていたものである。2016年モデル廃止。2018年6月現在のラインナップは以下の通り。現在は SE、LE、RE の故障はない。社名の SM7 とは S はサムスンあるいはセダンの M はドライブを意味するモタリングのそれぞれの頭文字7は 社格を意味する。ありがとうございます。